今日は四つ街道中学校千葉県まで来させてもらって中学生の前で舞台に立たせてもらいました。いつもの通り道が霞んで見える。あの時の僕は僕に何を話すだろう。泣きたくもない。壇上から見える生徒のみんなの表情っていうのが、もちろんマスクはしているんですけれど、みんなすごいなっていう言葉でね、なんか表現したらダメかもわかんないけど、みんなかっこいいなって思いました。みんな優しいなって思いました。すごいなっていうのは、自分の中学時代と比べて自分こんな風に思われんかったって、でもみんなこんな風に思ってるって、みんなのことって自分のことだけじゃなくて、ね、いっぱい悩むことあると思うんです。大人から見たらなんでこんなことって思うこともあるかもわかんないけど、でも今をすっごい頑張ってるし、部活、友達のこと、家庭のこと、先生のこと、いっぱい下向く時もあるかもわかんない、もうどうしていいかわからんっていう時もあるし、でもみんなにはたくさんのこれからがあるっていうのを、少しでも今日本当にちょっとでもいいんで、なんかそれを感じ取ってくれていたならすごく嬉しいなって思います。今っていう時間があって、素敵なこれからっていう時間が待ってるんですよね。本当に会えてよかったです。嬉しかった。嬉しかったです。我慢せんでいい。新聞には周りにいっぱい頼ってください。頼るのかっこ悪いなって思う時もあるよね。こんなこと言っていいのかなって、かっこ悪いと思われるよなって、周りみんなパッと見放してください。今日初めて3学年間、この体育館に集まることができました。みんなマスクしてる。でもみんな表情見えるよね。みんなにはたくさんの仲間います。一人じゃない。声もガラガラになりました。今日パワーすっごいいりますけど、みんなが全力で舞台上を見てくれたんで、やっぱり僕も全力で、それにお応えしたい。